それでは演舞に戻ります。続いて踊っていただくのは札幌よさこい錦の皆さんです。外国人や子供連れでもよさこいソーランに参加できるようにチームを作りました。先月の5月からチームメンバーを募って急ピッチで参加することができました。それでは踊っていただきましょう。札幌よさこい錦の皆さんです。どうぞ。一生懸命踊ります。よろしくお願いします。踊り子構え。